江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら渓谷の話題なんですけども、渓谷民、渓谷女性はなんで気が強いんですかねというね、質問でございます。はい、それではね、行ってみたいと思います。くーちゃん、お願いします。渓谷の女性たちが気が強い理由は何でしょうか。近い日本の女性を見ても、女子力という単語もあるし、女は女らしく、男の内助が上手で、それがまた美徳だ。このような文化が強い反面、渓谷は秦国の女性と全世界のトップを争うほど強くて、虚栄心が多い。この原因は何なんでしょうか。親じゃない親の影響じゃない。まあでもそう言ったらあれか、ちょっと根本的な原因ではないよ。じゃあですね、こちら渓谷の反応いってみましょう。親とか社会、儒教か根っこが最高にクエックスだから、社会的義務を全く負担していないのが一番大きいと思います。うちょ、何これ、天狗になるってこと？よしよしと育てられて自分が一番可愛いと思ってるから、言いたいことを全部言い切って生きる世代をかっこいいと密かに煽っているから、日本は正反対ですよね。ドラマや映画に出てくる女性キャラクターだけを見てもみんな生意気そうに描写していました。これが平均になっちゃったみたい。それはドラマはドラマ、現実は現実で分けてるけどね。ドラマだとね、そりゃちょっと強い女性が出たりするけど、それはそれ、これはこれって思うけどね。甘い渓谷男たちのせい。え、渓谷男が甘いと。おお。渓谷、秦国の家庭内で女性の発言権が強い方です。秦国、渓谷ほど強い女はいないでしょう。ロシアも少し強いって。そうなの。お姫様のように上の世代の男性たちが受け入れてくれる。これに力を得ておんぶして声を出し始める。そこに SNS の発達でお互いに自慢しようとする欲求が強くなり、虚栄心の強化及び比較が日常となった。 SNS の発達、以前の問題からじゃない、以前の頃からじゃないの。法律自体が女性中心です。女性が男性を暴行する国が渓谷です。しかも男がどうすることもできません。男尊女卑とかいろいろあるんじゃないか。だろうな、女性が強い、女性がなんで気が強いんですか。女性がなんで気が強いんですか。猛攻なる運命を受け入れるしかありません。はい、ということでね、じゃあチャットの反応いきましょうか。渓谷女性はなんで気が強いんですか。それは渓谷男に対抗するためだよ。男性が虐げてくるから、その反作用じゃね。お前らが棒で叩かないからだよ。気が強くなきゃ生きていけない社会なのよ。昔虐げられていたから、今は反動で女を捨てています。虐げられた恨みからじゃない。声が大きいし、母親みたいになりたくないから。お母さんが、要するに奥さんが旦那から虐げられてるところを子供が見て、ああ、こんなお母さんにはなりたく、こんな感じにはなりたくないなって思ってるとか。虚栄心は民属性、男も女も関係ないやん。身体一つで外貨を稼げるんだから偉いよね。お前らは義務を果たさず権利を主張するのが美徳だもんな。儒教で押さえつけすぎてる反動じゃないの。釣り目が気が強く見えるからにか。このコメントが女性の悪口を言う渓谷男性の例ですね。逆じゃね。いない人描写しても現実味なくなるやん。日本のドラマにガラクター無理やり出すと現実味一気になくなるのと一緒。ドラマと現実の差が理解できないんじゃない。わら、相手を尊重する心ないからでしょうね。
東南アジアは怒ると出歯が出てくるが、わらわら。日本女性に夢を描くな。日本人女性の既婚後の強さを知らない人の疑問編。男以上になりたい、男を超えたいって気持ちが出てきているからでしょ。多分気が弱い人間は淘汰されていなくなった。このスレッドを見て一つこう思うのは、だから小さきね、子供としてって言いましたけど、小さい頃小学生ぐらいの時はあんまりそういうの気にならないんだけど、中学生とか高校生になってくると、なんか競争社会に巻き込まれて、うわーやだーって言って、なんか警告社会のこの闇というんですか、こういうのに気づいてへこんじゃう人が多いんだろうなと思いましたね。日本のお母さんは強くて優しいです。ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。